1種目目ね、肩ちょっと教えてもらったんですけど、まあ、フィジークをやっていく上でアウトラインを作る広背筋ですね。広背筋でね、大事な種目ラットプルダウンを使ったトレーニング、ちょっと宮島先生に教えていただきたいと思います。こちらでまあイメージすることっていうのは、そうですね、はい、今上腕から骨盤までついてますので、上から下までしっかり刺激しようと思ったら可動域はしっかり取った方がいいと思いますので、肩甲骨がねしっかり上下に動くようなフルレンジの可動域で基本的には初心者向けにやっていただきたいと思います、はい、持つ位置は大体もうこの、そうですね、あの肩幅より2握りぐらい、はい、で下の時点でしっかり肩が上がっています。これ肩甲骨が上がっている、そうです。もう首がなくなるぐらいですね、はい、でしっかりとストレッチさせておいて、で肩甲骨を活性させながら引く、そうです、はい、でそこでしっかりと伸ばす、はい、活性させながら、そうです、はい、そうです、もっと上に上げる、もっともっともっと、はい、そうです。で伸ばした時には少し猫背になってます。そうそう、そうです。ストレッチを意識する、そうです、で体を後ろに倒しながら、はい、そうです、はい、ここで背中丸めていいですよ。で肩が上がる上がる、はい、そこから肩を下ろす、そうです。で、まあ、下の方までね刺激を出ると入れることができると思います。そうです、ああすごいですね。そんなに重くない重量なんですけど、はい、そうです、すごく背中を使ってる感じが分かりますね。そうです。あとは引いたときに肘が後ろに行かないように、若干肘が前に行くぐらいのつもりで引いた方がいいです。引きやすいです。はい。そうです。はい。しっかりストレッチをして、この角度ですね、脇を締めるような感じで、はい、そうですね。はい。すごいですね。そこまで重たい重量じゃなかったんですけど、まあ、すっかりこの可動域を取るっていう意識をやるだけで、あのかなり広背筋を使っているっていうのが分かりました。まあ、これを積み重ね重量を伸ばしていくことで、そうですね。これに関してはもう重量を求める第一種目として高重量 で、ただまあドロップセットも使った方がいいと思います。はい、高重量もやって、はい、軽い重量で効かせる、もう全部この一種目でやっていいと思います。はい、これでこう広がりのある背中を作っていく。まあ、あのそうですね、下の方まで、骨盤のあたりまでしっかり発達した広背筋作るにはこういうやり方がいいと思います。うん、他にこういうのもあったらいいよねみたいな。そうですね、特にこの脇の下、まあ、大円筋あたりを重視したいんであれば、今とは全く逆なんですけども、はい、あまり肩甲骨を使わずに、はい、プルダウンするという方法もあります。手、はい、のはさっきと一緒で、はい、でこれは肩甲骨を使わずに、はい、ここから引いた状態、肩甲骨を下げた状態 で、はい、でむしろ肘を前に出すように引いていきます。そうするとね、で背中を丸めながら引く感じです。腹筋をするような感じ、クランチするような感じで、今ね、背中あの胸つぶれています。なるほど。はい、こんな感じで引いていく。あ、そうそう。背中丸めて。プルオーバーみたいな。そうです。もっと丸めていいですよ。腹筋するような感じ。背中を丸めて。で、腕を上げすぎない。そう。はい。はい、ここまで。で、引いたときに、こう縮めていきます。あ、そう。はい。下を。はい、そうです。はい。そういう感じ。大円筋を効かそうという、うん、なるほど、はい、そうそうこのトレーニングいろいろやったことないですね。はい、はい、すごいちょっとボディビル的なんですけど、はい、ここの大円筋のやつですね。だから肩甲骨と上腕骨についてますから、
まあ、この動きはいらないんですよね、はい、だその動きをあえてなくしてやるわけですね。ここだけを狙う、はい、可動域狭めて、ね、もうここだけを狙う、はい、そうです、上腕骨と肩甲骨だけで動かす、はい、ここが発達したらより、まあ、あのこの脇の下にねこうポコッとこう出るような大円筋があるとバックポーズの時に迫力がありますね。よりこうアウトラインが、そうですね、はい、あの密度も出ます、はい、あすごい、今までこのトレーニングちょっとやったことなかったんで、はい、ちょっと少しずつやっていきたいと思います。ただ、さっきのフルレンジをやった上でやったのみたいです、まあ、重視すべきはまずフルレンジのフラットブルダウンをやっていただいて、はいはい、まあ、補助種目的にこういう種目もやっていくといいよ、そうですね、そうです、ありがとうございます、はい。